長い歴史、シビック50周年ハイブリッド最新モデル、デザインは綺麗だね。エンジン新開発、余裕でいい気分、やばいやばい、モーターで走ってるとは思えない、思えないね、思えない、このシフトアップいいんじゃないの、ちょっといや面白いホンダ。他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは。本日の車選び .com、 長い歴史があるシビックですね。長いね、長い。今年シビック50周年だそうです。ほう、だからこれ11代目なんで、10回フルモデルチェンジして50年の間に。なるほどね。この最新モデル、今日はでも普通のシビックじゃないですよ。違うの、ハイブリッドです、最新モデル。あ、そう、そうなんです。何が違うの？ハイブリッドがついてます。ハイブリッドがついてますね。ハイブリッドがついて今エンジンかかりましたね。存在を主張してますね。してるよね。そう、見た目もちょっと違うんでチェックしていきますが、え、2人ですか今日？そんなことないでしょう。長い歴史、長いといえば、長いといえば足が長いあの人、足の長い女がいるでしょ。足の長いあの人、足の長い女。こんにちは、桜田里奈です。はい、じゃあリナは工藤さんの横にね、はい、もうね、隣ちょっと僕並びたくない感じがする。俺の横には来るんじゃねえ。今日は禁止ですか？だということで、はい、足が長い歴史の長いシビックを見ていきましょう。HEV、そうですね、HEV 見ていきましょう。はい。外観、はい、そんな変わらないと思うんだけど、俺そんなに変わらないと思うんですが、細かいこと言うと、一番わかりやすいのはドアミラーかな。ドアミラーがボディ色じゃなくて黒い。え、黒くなかったっけ？普通のガソリン車はボディ同色なんですよ。あ、そう。どう黒いドアミラーって。可愛いと思います私は。お、本当？はい。心の底から言ってる？思ってますよ。思ってる。何がだからわかんない。並べてみないとわからないですよね。うん。パッと見は何が違うのっていう。あとはグリルがガソリン車こんなにテカテカしてないと思うんですね。普通のこう。光沢のないブラックだと思うんですよ。あ、じゃあこんな感じ？あ、そうですね。そうそうそう。原着っていうんですかね。原料に色がつけてあるやつですね。樹脂の。あ、そう。がこう光沢になっているのと、それからこのリム、窓の周り、そうですね。窓の周りピラーが光沢ブラックになってる。前のは？前のはもっと普通の黒。近づかなきゃわからない。なんか全体的にツヤツヤして、ツヤツヤする、そうそう、テカテカしてるんだよな。いやでもほら、見る人が見るときっと違うんですよ。りなちゃんぐらいが見たらね、ああ高級感あるなって感じになって。並んでないとわかんない。並ばないとわかんないですよね。そう。まあでも綺麗なかっこいい車。それでそう、新型シビック自体ね、すごいこうシンプルなラインでね、クリーンなデザインのかっこいい車になってきたんで、それいいかなと思います。あとそう、もう一個ね。これはね、分かりやすいですよ。何？ここを見ると、ガソリン車はマフラーの出口になってるんです、ここが。でハイブリッドはマフラーの出口じゃなくて単なるデザインになってるんですよね。あ、そういうことか。そこが違います。もっとね、パイプ感を主張してますね、ガソリン車はね。ここ見るとハイブリッド、あとエンブレムとか。じゃあマフラーないの？マフラーありません。いや、なくないです。見えないところにありますね。内側にね。そういうことか。そういうことですね。でもデザインは綺麗だね、この車。そうですね。はい。あ、そうだ。でね、この車のポイントね、まずお伝えしておきましょう。3つ。1つはシビックハイブリッドって久しぶりなんですよ。前セダンのやつとかでね、タイプ R でいう FD 型、あれの時なんかにハイブリッドあったんですけど。この前の方とかはインサイトが実質シビックハイブリッドだったんですよね。なのでシビックのハイブリッドが出たのが久しぶりなんです。あ、そう。相当久しぶりだと思うんですね。マジか。それからパワートレイン、これe:HEV で、土屋さんの乗ってるオデッセイとかと基本的には同じ考えなんですけど、システム全体的に進化してます。エンジン新開発です。直噴2リッター、がついてて、バッテリーの容量もアップしたりとか、そういうことしてますね。はい。あ、そう。なのでハイブリッドは全体的にブラッシュアップされてます。じゃあこれリッターどのくらい走るの？カタログ燃費はこれはね 24.2。相当いいです。それはすげえ。ノーマルが 16.3 なんで、だいたい 1.5 倍になったんですね。あ、それはすげえわ。そう。だから新システムで効率は良くなりました。燃費良くなりました。あとはそう、もう一個ね、走りがすごくいいの。良くなってるはずなんで、もともとのガソリン車が走りめっちゃいいよ。そうですよね、うん、そうなんですよ。まあ、それをこう超えてるか超えてないかは、まあ後で土屋さんに判断してもらうとして、うん、走りをすごく良くしたハイブリッドです。これじゃあ2リッターハイブリッド、はい、2リッターですね。2リッター直、うん、ガソリンはだってターボだもんね。ガソリンは 1.5 ターボですね。だからもうエンジンが全然ガソリン車とは違う。違うよね。違いますね。あ、そう、はい、20、うん、24.2 です。すげえなそれ。ちょっと。そうそうそう。いやでもかっこいい綺麗な車だ。ちょっとね、りなちゃんはね 24.2 って言ってもあんまり実感が湧かないと思うけど、スマホの電池が 1.5 倍長持ちするようになった感じ。そうそういうこと。そういうこと。そういうこと。そう。そういうこと。そういうことね。荷室の説明をすると、何？ガソリン車と同様に、まあこれ横開きの。いいじゃんいいじゃん。でそのカバー、これ便利ですよね。これ絶対便利。これ便利ですね。扉で容量的には基本的にはガソリン車と一緒。昔ほらね、ハイブリッドっていうと荷室が狭くなったりとかしてたけど、今はもうそういうことほぼなくなりました。ないね。床から上はガソリン車と変わらない。404リッターだそうです。で、変わんない。違うのは床下がね、ユニット積む関係で少し狭くなってます。浅くなってますね。まあそれが違いですけど、まあでもそんなの気にならないでしょ、これだけ広きゃ。そうなんですよね。たくさん入る。これだけ広きゃ全然いいよ。4リッターですかね。そう、先代よりも広くなってますし、先代のガソリン車よりもね。スーパーで1ヶ月分の食料買えるぞ。もうね、サバイバル生活バッチリですよ。なあ。で、じゃあ藤木スーツケース。ドーン、もう平置きできます。余裕。これで余裕で2個いけますね。もう1個いけますね。いけるいける。全然いける。これでいけるかな。あ、これもいけそうですね。で、あとは結構広いよこれ。結構そう広いんですよ。バターンって倒せます。後ろからバン。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。おお楽。やってみる？お、そう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 。いいじゃんいいじゃん。広い。広い。じゃあちょっと乗って広さを味わってください。今時の車はみんなこうやってさ、後席倒すとすげえ広くなるよね。広いですね。でこれ段差がねあるのを気にする人もいるかもしれないですけど、まあ平らにするか平らにしてちょっと底を上げするか、そこをできるだけ低くして段差つけるかのどっちかの選択なんですよね。こういう車の作り。これはでも寝やすいんじゃないこの傾斜は。どう？いいです。寝れる。いい気分。いい気分。これはいいよ。だってこの足長女がさ、伸び伸びの寝れるもん。そう、170ですけどね。斜めになったらもうちょっと伸びいけるんじゃないの？伸び伸びですよ。もうほら。全然楽勝でしょ。ああ、素晴らしい。実用的ですね。寝るんじゃねえ。何が家だよ。寝るんじゃねえ。いや、今時の車はさ、みんなセダンこういう風になるじゃん。鉱石なりま多いですね。ね、で広くなるよね。ハイブリッドのくせに床が低い。そう。後ろは適度な広さ。あ、確かに。うん。狭すぎずぴったりって感じ。そう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 。ちょっとね、今運転席が結構後ろに下がってんだよ。あ、そう。前出しますよ。電動シート標準装備。あ、でもさ、気になんないよ。後ろに下がってる割には、後席に乗ってても全然。あ、そうですか。足の長い俺が気にならない。お。私とコメントではそれ。お前完全にやばいやばい。何じゃんなこいつ。ムカついた。でも確かに膝当たんないぐらいで。いや全然いいよ。余裕です。うんはい。全然余裕本当に。座り心地もいいし、はい。高級感もあるし。ね。いいよ、なかなかいいよ。まあ頭上とかもね、りなちゃんでも大丈夫。はい、いやヘッドクリアなんです全然あり。さすがに長い足だからちょっと座面。なんともないよ。いやでもちょっとね、こう座面がちょっと足んないっていうか、ここ浮いちゃってる感じは、まあそれは SUV じゃないからしょうがないね。ヒール履いてなかったらいけます。やっぱり女こんなの履いてんだよ。ちょっとカメラさん今アップにできるのかな。170もあるくせにこんなの履いてんだよ。ふざけた女。一緒に履きます。いらねえよそんなもの。よし、じゃあリナ前乗ってみよう。はい、前行きます。この辺は変わんないね、ガソリン車と。ガソリン車と違うのはですね、まあヘブのメーターだよね。そうですね、メーターがそうタコメーターじゃなくて、タコじゃなくて、まあこれね、そうエンジンのまあ動きをイメージしたメーターになってますね。うんうん、で、それから違うのはここがシフトセレクターが、まあ、ガソリン車は普通のマニュアルか普通のオートマのレバーなんですが、確かにこれスイッチだ。スイッチ式ホンダのね、あの上級車種なんかはね、ハイブリッドそういうの多いですね。まあでもスポーツカーじゃないからこういう方が楽でいいんだよな。うん、まあそう、それ使ってるとね結構いいんです。あの細かい話をするとね、うん、この D 押した時の底付き感がないようにこう反力をつけたりとか、うん、あと R のところはこう溝を入れて滑りにくくしたりとかね、うん、ちょっと微妙にね改良されてますね。考えてるね。そう、うん、考えてる。そういうのは改良されてます。はい。あとは。まあ、ナビこれ標準装備ですね。はい、ナビは標準装備でついてます。で、これホンダの定番のこうね、まあ、ハニカムのね。そう。可愛いの。これいいよ。風向きをこう変え、風向きをこれで変えるで、普通風向き変えるとこうフィンがね見えちゃうんですけど、これは風向き変えてもフィンが見えないっていう。確かに。スマートなホンダの提案。このハニカムは。うん。初めて見た。そう。でもこれはいいよ。あとは買ったのはですね、走行モード切り替え、走行モード切り替えね、メーターのところにスポーツ、それから、ノーマル、エコがこれ今までのシビックになったんですけど、このインディビジュアル、これが新しく追加されてます。これはですね、自分の好みの設定ができる。あ、そう。これね、カスタマイズ押すと、まあ、パワートレインとかこう3段階、ステアリング。2段階、メーターはまあノーマルかスポーツか、これをですね自分の好みの設定を作れるっていうモードですね。これ国内向けのホンダ車初。あ、そう。世界的にはですねアメリカのシビック SI っていう車が搭載してるんですけど、まあ世界でもこれ2番目ですね。あ、そう。そんなのがついてます。いいんじゃないの。ちょっとこれねナビをね標準装備にしてるからナビ画面でこうやってできるんですよね。ナビ標準装備にしてなければこれメーターでやるしかない。ああ、そうか、そういうことか。そういうんですね、ことになってますね。いいじゃん。いいです。ドリンクホルダーの位置もいいんじゃないの。ちょっとなんかシートも柔らかい、柔らかい、高級な雰囲気が。硬いシートなんかでいいよ。もうフルバケです、硬いシート。いいよ、なかなか。USB あるでしょ。でここに iPhone 置くでしょ。 iPhone 置くだけで充電。置くだけ充電。すごっ、最新。お前は一体どこに住んでるんだ。携帯電話って知ってるか。線がない電話があるの知ってるか。知ってます。今時の車は iPhone 置くだけで充電できるの。すごい。繋がらなくていいの。繋げないといけないのかと思ってました。お前の田舎は電気来てるか。来てるの。だけどこれはいいわ。でヒートヒーターでしょ。すごすぎる。そうですね。ヒートヒーター。そう。でまああとカチャカチャ。カチカチがね。このねカチカチいいね。カチカチね。このカチカチ俺好き。いいね。あ、いいよな。サワちゃんも大好きカチカチ。そう。サワ好きだよな。サワちゃんのカチカチ好きですね。まあこの女はほらカチカチないところに住んでるから。やばい。電気取ってないようなところに住んでるからねやっぱり。ひどい。今は iPhone は置くだけで充電できます。すごいすごい。そっか。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ちょっとエンジン見ようよ。エンジン見ましょうかね。2リッター。はい。2リッターヘブ。ダンパーはない。はい。2リッターヘブ。だいぶ。はい。新開発のエンジンですね。新開発のエンジンがついてます。あ、結構ぎっしりですね。すごい。ぎっしりだよぎっしり。ぎっしり。はい。でエンジン自体はですね、141馬力、182ニュートン、18.4 キロですね、トルク。でただモーターがあるんで、どっちかというとエンジンはその2リッターの排気量の割にはそんなに出力高めてないですよね。効率重視ですね。でモーターがあります。モーターも184馬力あるんでこの車。モーターすごいね。モーターすごいですね。まあ基本的には低速領域。まあだいたいこの車だと60キロぐらいより下はもう駆動力はモーターで作るんで。あ、そう。そういうそれもそこも変わったんですよ。例えば土屋さんが乗ってるオデッセイとか今までのホンダの EHV は大体70キロ以下はほぼモーターだったんです、ね、そうだよね。そうなんです。今回はちょっとその領域が落ちて、60キロ以下がモーター、60キロを超えるとエンジンを直結するような状態にも入ります。あ、そう、うん、その辺も結構変わってますね。だから燃費いいのか、リッター24、リッター24すごいですね、うん、それはすげえわ。そうだ、もう一個この車のね大事なポイントをね伝えるの忘れてました。何ですか？横行きましょう。横タイヤ見てください。ホイールはねガソリン車の上級グレードと同じ仕上げなんですけど、タイヤミシュランじゃん。ミシュラン、そうガソリン車はグッドイヤーのイーグル入ってました。ああ、そうだそうだ。で今回はミシュランの PS4 パイロットスポーツ4、ちょっと高いね。高いやつ、相当高いの入ってますね。スポーツタイヤだよ。235の18インチですね。これ高いよ、このタイヤ高いんです。それで普通はね、ミシュランのタイヤって、メルセデスの認定とかポルシェの認定とかそういうのは別なんですけど、一般的にミシュランのタイヤ履いてる車って、吊るしのタイヤそのまま履いてるんですよ。一応説明しておくと、普通国産車に履くタイヤって、車種専用で作るんですよね。車種専用で作って、例えば、銘柄がブリヂストンの、例えば、トランザ履いてたとして、それはでも普通に売ってるタイヤと同じじゃなくて、その車種専用にチューニングされてるのを履いてるんですよ、基本的には。でもミシュランの場合は多くの車は吊るしのタイヤそのまま履いてるんですよね、だからオートバックス行って買ってきても純正と同じ、味になります。いいじゃん、いいんですね、全然いいじゃん。でもこのミシュランはちょっと別で、シビック専用に作ったそうです。あ、そうなのでオートバックス行って同じ銘柄の同じサイズのタイヤを買ってきてもノーマルとは乗り味が違います。じゃあ特別なんだ。特別な、そうミシュランを履いてます、これ。あ、そう、はい、珍しいんですよね。珍しい、そういうことするのってミシュランは。珍しい、なんでね、それだけ開発陣のこだわりが詰まってるって言ってもいいかもしれない。あ、そう高いタイヤで、しかもそんなことやってるんですよ。高いよ、高い。パイロットスポーツ 4S は高い。4ですね。4でも高いです、相当高いです、これ。だけどミシュランはさ、持ちがいいんだよ。持ちがいいしグリップも割とあるんだよ。そうですね、 PS4 とかねすごい評判いいですよね。いいよ、本当いい。俺も普段履いてるけどさ、 PS4 と PS5 本当ね、もうなんか優しい、乗り心地も優しいし、もうステアリングに忠実だしさ、素直。でグリップするくせに長持ちするの。素晴らしいですね。いや本当いいよ。高いだけあるって感じですかね。高いだけのことはある。りなちゃんはこのデザインはいかが？私好きです。本当？はい。あんまり感情こもってなかった今。今軽かったよ。さらっと軽かったね。そうじゃねえよ。でもデザインとかも今時で綺麗じゃん、かっこいいじゃん。いやかっこいいよ、すっきりしててさ。私好きです、この青に黒でさ。日本車のセダンっていうとさ、なんかどんくさいおっさんみたいなさ、だけどここのところなんか数年間日本のセダンってなんか美しくなったよね。美しくなりましたね。だからね、その BMW ベンツに負けてないようなさ、セダンでもなんか美しいセダンが誕生してきてるよね、日本車でも。そう、シビックね、これデザインが相当いいですね。そうか、2リッターヘブか。はい、じゃあ乗り行きましょう。よし、乗ってみよう。車選び .com ね、中古車検索サイトっていうの皆さんあんまりご存じないみたいですよね。車選び .com しかない限定車両とかね、あります。本当に調べてみて、車を買うときはね使ってみてくださいよ。本当、車選び .com で検索。愛車のお値段すぐわかる、車選び .com。 シビック e:HEV、 これは電池だよね。これ電池ですね。滑らかですね。モーターだよね、これね。すごく滑らか。ホンダのね HEV は基本的に低速域はもうモーターだけで走るので、ね、でそうエンジンを止めてる時もありますけどね、もう EV みたいな感じですね、よくできてるよ。よくできてる車です。このシビックはでもデザインがさ綺麗なんだよな、スタイル、室内も綺麗なんだけどね。そうですね、すっきりしてていいですね。やっぱりすっきりがいいですね、デザインはね。ここにさシフトレバーがないからすごくなんかすっきりしてる。確かにごちゃごちゃ感ないですね。手つなげるぞ。ああ確かに。つないでもいいよ。でもいいよ。私もつまれてもいいよ。この上から目線で来て。上から来たの、上から返し。上から来た。上から返しね。大湯みたいなやつだよこいつ。そうね。乗り心地いいじゃん。めっちゃいいです。いやね。これそうなんですよ。正直な話すると、ガソリン車よりいいです。ね、そうなんですよ。いいよね。そう、後ろに座ってる時、特にガソリン車ってガンガン突き上げが来るんですけど、来ないんですよハイブリッドは。ね、これはね、サスペンションの改良と、あとはどうもね、タイヤはいい仕事してるみたいです。ああ、そういうことか。はい。これ乗り心地いいわ。そうなんですよ。で、サスペンションもね、ハイブリッド用に。違うセッティングしてるんですけど、リアのダンパーの減衰力とか下げてるみたいですね。あ、そう。それは別に乗り心地のためっていうわけじゃなくて、トータルで見た時に。そうなるほどね。うん、なんかちょっと高級車の領域に入ってる。確かに。まあこの速度域だとね、モーター車っぽい感じですね。そうだね。音もね、エンジン音しないから静かだし、滑らかね。りなちゃん居心地いいでしょ。ハイブリッド最高。何がハイブリッド最高だよ。静かでいいですね。ちなみにモーター出力はインサイトに比べて、まあ、39kW、大体53馬力アップしてますね。なので力強くなってます。燃費がいいのに力強いってなかなかいいですよね。やっぱ排気量が2リッターあるからさ。そう、はい、やっぱトルクもあるじゃん。うん、そうですね。俺ちょっと乗り心地びっくり。びっくりですね。まさかこんないいとは思わなかった。ね、これはそう、すごくセールスポイントにしていいぐらいの乗り心地ですね。これはね。まあこれ今見てね、この橋の継ぎ目なんか乗り越えてもね、本当にしなやかに吸収しますよね。だってガソリン車の方はさ、割とこうスポーティーだよ。スポーティー、そうですね。スポーツカーっぽい。セダンスポーツっていう感じ。ガソリンエンジンはね。これはね、なんかしっとりしてる。でもな、400万だろ。高くね。高いですね。このクラスでさ、セダンで400万って結構高いよ。そうですね。だからね、クラス的にはハイブリッドのまあプリウスと同じぐらいなんですけど、だからプリウスと同じぐらいの値段にしてくれると嬉しいなって気はしますよね。そうだね。そうだね。で、こうギャップの吸収もいいね。じゃあちょっと適当なところでスポーツモードに入れて踏んでみてください。スポーツね。これスポーツ。スポーツ、はい。入れただけだと後ろではなんかあんまり違いを感じないんですけど、どうですか運転してみて。足はそんな変わらない。あ、そうですね。足はね、電子製ダンパーが入ってないんで変わってないはずです。足は変わんない。だからパワープレインだけですかね、違うの。あ、トルクが増える。ああ、踏んだ時の。あ、はい。スロットルが開き方が大きい感じですかね。ぐわっとくる。わっとくる。楽しい。楽しい。いいんじゃないのこれ。いいですね。スポーツ。今なんか土屋さん、あれなんか変じゃありませんでした？スポーツモード。スポーツモードなんかシフトアップしてましたよね。シフトアップした。ね、今までのホンダのハイブリッドはこんなことなかったんですけど、これはなんかシフトアップモードが入ってるみたいですね。面白い。だからモーターで加速してるはずなのに、エンジン回転数が一瞬落ちて、音とそのメーターの演出でね、シフトアップしてる感が出てますよね。実際にはシフトアップしてないんですけど、楽しいですね。いや楽しいよこのシフトアップ。これ楽しいですね。楽しいよ。音もいいし。音がいい。音もいい。いい音してるよこれ。今までの e:HEV っていうのはもうできるだけエンジン感を出さないように、もうモーターの感情を前面に押し出してるんですけど、なんかホンダ考え方変えたみたいですね。いや音重要だよ。多分走りの楽しさを重視するようにしたんでしょうね。いや音は重要。これ面白い、この疑似的なシフトアップでちゃんとね、エンジン回転も一瞬下げて本当にシフトアップの感触出してますね。面白い。いいねいいね。だから峠道なんかね、これいいでしょうね。気分いいね。気分いいでしょうね。ノーマル。ノーマル、はい。ああ、一瞬遅れるか、うん、踏んだ時にね、スポーツの方がもうレスポンスがいい、うん、盛り上がりますね、うん、全然違う、うん、でもね、ハイブリッドってつまんないっていう印象は全くないですね、この車ね。全然ない、全然ない、うん、全然ない、時代はハイブリッドだよね。ハンドル切った感じなんかも後ろから見てるとなんか素直な感じに見えますね。うん、じゃあでこれはノーマルに比べてだいたい90キロぐらい重くなってるんですけど、うん、重量がバッテリー積んだりして、でもそういうのは意識しなくてもいいですかね。バランスが崩れたりとかはしてない。うん、まあボディがしっかりしてるんでしょうね、相当ね。と思うよ。うん、ボディはすごくいいよ。いいですよね。うん、運動性能なんかめっちゃ良かったもんだって、うん、ガソリンエンジンで。ああ、ガソリンエンジンでね。そう。シャーシは一緒だからさ。そうですね。ボディはしっかりしてる。で、足もよく動いてるし。はい。で、パワーステアリングなんかもハイブリッド用にうん、再チューニングしてるそうです。あ、そう。まあ重量増に合わせてね、違和感がないようにより最適な。感じにしてるそうですね。いいよ。うん。旋回も安定してますね。こういうね、大黒入っていくとこのこのループのね、うん、こう割と半径の大きいコーナーがずっとぐるぐる回ってますけど、うん、だってハンドルの修正とか少ないですもん、見てると。修正しない。うん。確かに。うん、一発で。そうね。そう。よくできてますね、セッティング。いいよ、なかなか。うん。だからタイヤも合ってんだろうね、車に。そうですね。うん。これはよくできてる。楽ちんだぞ。このシートもいい。シートいいですか。なかなかいいよこれ。助手席も電動シートが標準装備です。ね。そうなんですよ。昔はねシビックって大衆車みたいなね安い車だって、今はね世界中でやっぱりそんな印象じゃなくて、そこそこ値段のする車になってますね。成長してるんですね。その代わりね昔のシビックのポジションはフィットだったりとかね。そういうちっちゃいのがどんどん出てきてるんでね。車って成長するんですよ。そう。シフトアップいいね。さあじゃあもう大黒から出るときはねシフトアップをちょっと味わってみましょうよ。いいね。スポーツモード。モーターで走ってるとは思えない。思えないね。思えないこのシフトアップ。いいじゃないのちょっと。いや面白いホンダ。こんなの普通は考えないですよ。考えないね。わざわざこうエンジンかいて落としてますからね。失火させてガソリンもカットしてエンジンかいて落として。ああそれで。これがホンダだよ。ホンダ面白い。うん、なんでこんな余計なことすんの。そう。それがホンダだよ。本当にもう効率で言ったら無駄でしかないですから。でもやるっていうもういいなホンダいいですね。そうなんだよな。そう楽しければいいでしょっていうそういう感じですね。いやいやこれね考えた人もすごいしこの企画を通した人もすごいですよ。そうだね。いやだってこれねただの頭固い人だったらいやいやこんなことして何の意味があるので終わりですよ。そう思う。俺もそう思う。いや楽しいからですって言ってあじゃあいいや楽しいならいいよってそういう決断ですからね。音もいい。いいね。楽しいです。これ踏んでいくと楽しいですね。音重要。いやいや、よく考えたわこれ。うん。1.5 ターボもいいけど、これもいいな。これもいい。いやいいですよね。完成度高い。うん。やっぱハイブリッドはいいよ。うん。ね。うん。究極の発明だよこれ。うん、確かに。うん。最初に思いついた人すごすぎる。いやすごいですよこの演出。ね、このエンジン音とそれからそのメーターのねタコメーターみたいな針の動き、でこういう演出をするっていうのはね考えた人ほんとすごいね。誰だ誰だでシフトアップしてるような演出なんですけど、実際にこう加速 G があれ減ってるわけじゃない下がってるわけじゃないんですよシフトアップする時も。だから同乗者は不快な思いが全くないんですよ。ドライバーだけああ楽しいじゃんって思ってて助手席とか後ろの人はG が加速 G は変化しないから全然不快じゃない。なるほどね。シフトショックがないからね。シフトショックないんですよ。運転してるやつだけが気分いいんだよ。そう気分いい。そう面白い。そう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 。ハンドリングもね結構イケイケな感じありますね。ぐいぐい曲がっていきますもんね、うん、峠道なんか行くとね。本当だよね。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。いいんじゃないかい。愛車のお値段すぐわかる。車選び.com。本日の車選び.comはなんだ。シビック e ハイブリッドに乗ってきました。ちょっと違う？ねえ、違う？ちょっと違う。e ハイブリッド。シビック新しい。シビック e:HEV っていうのが社名。シビックハイブリッドでもいいんだけど。まあ本当はシビックハイブリッド。e:HEV。e:HEV。違うんです。違うんです。言い方はね e:HEV なんです。あ、そう。わかりづらい。だからそれはホンダでしょ。俺ら一般的には一般的に e:HEV って言いますよね。そっちの方が言いやすい。で e:HEV って何っていう人にはハイブリッド。そうそうそう。シビックハイブリッド。そうなんです。だからいろんな名前がついてるじゃん、なんかさ、ね。だから細かいこと言うやついるわけよ、そのメーカーの人間って。だけど俺ら一般的にはハイブリッドだから。そうそうシビックのハイシビックハイブリッドで言えば大丈夫。でもね e ハイブリッドは違うと思うな。いや新しいシビックハイブリッドね。さあ女子の言い方でいいんだよ。俺ら的には一般的にはシビックハイブリッドいいじゃんいいじゃんね。まあいい車でしたね。いやだからかっこいいでしょ。で室内の作り込みも綺麗でしょ。で質感も乗った感じ高いでしょ。だからどっちかっていうと高級車のジャンルに足を踏み入れてる乗り心地なわけですね。で400万ちょっとな俺は。そうそこだけねちょっとね400万390何万がねちょっと高いなとは思うんですが、まあでもよくできてます。燃費がいいだけじゃなくて、燃費がいいのはもちろん滑らかだし、乗り心地もいいし、走りもいいし、ハンドリングもいいしね。よかったでしょ。よかったです。もうねベースのガソリン車よりもトータルで良くなってる車ですね。あ全然いいよ。ね、そう。俺はガソリン車も好きなんだよ。1.5 リッターターボで軽快で、パキンパキンって曲がるしさ、すげえスポーティーな。でこれはもうちょっと大人な感じ、しっとりした。はい。ね、という感じでした。いかがでしょうか。よかったです。よかったです。よかったらいいねをしてください。登録もお願いします。お願いします。バイバイ。